お待たせいたしました。定刻になりましたので、これより、春秋会秋季大会を開催させていただきたいと思います。私は本日司会を担当いたします野中でございます。昭和33年小学部卒、未熟でございますので、何か手違いがあった場合にはご寛容のほどお願いしたいと思います。よろしくお願いします。次第にのっとりまして、まずは、開会のご挨拶を、渡辺晃三会長から、頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。
あの頃緒方滝虎さんとか浅沼稲次郎さん恋に頼んできたり、本当に今振り返ると楽しい思い出ばかりでありますし、しかもね、その後のことを今本当はこれ学生諸君に話したいんですがね、旅した内閣作りましたね、あの早稲田初めての総理大臣、海部内閣作りましたね。あの海部内閣や旅した内閣の頃はね、政府与党連絡会議、政府と与党の最高首脳部が集まって会議開いて、顔をみんなお互いに見ると、早稲田の両弁会の同窓会みたいな。これはぜひ私は本当は今の学生諸君にこれ話したいことなんですが、皆さんからぜひ話していただきたいと思いますが、本当に早稲田を出てよかったという誇りで82年の人生を送ってくることができました。今、明日の日本、心配なこといっぱいです。その明日の日本に願いを広くなんだ。やっぱり早稲田の魂だと思います。どうぞ皆さん、早稲田の真珠会、ますます盛んになるように頑張っていただくことをお願いして、開会のご挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。